はい、どうも、こんにちは、ダイダラです。それでは、今からね、またランダムフリーで、新しく作ったポケモン紹介したいと思います。さあ、今回作ったポケモンは、ね、前回言いましたね、ニョロトの作ったんで、雨を活かせるポケモン、そうです。今回作ったのは、左の真ん中、ラグラージ。ね。さあ、このラグラージ、メガストーン持ってます。ね。メガ進化することによって、特性水水。水水。雨の状態だったら、素早さが2倍になるっていう、ちょ、とんでもねえ、やばい技です。やば技じゃねえ、特性です。ね。この特性活かせる戦いをね、していきたいなと思います。はい。さあ、アイドパーティー。ちょっと嫌な感じのポケモンがいっぱいいますね。まあ、でも、不思議花が、不思議花嫌だな。あいつどうにかなりませんかね。まあ、なんとかするしかないでしょう。まあ、とりあえず、ラグラージ先発でいきたいと思います。そして、ニョロトノ。で、不思議バナーが辛いな、マジで。あいつどうしよう。まあ、とりあえず、自爆コイルで、いきたいと思います。よろしくお願いします。頑張りましょう。かなりこれ、ねえ、きついかもしれん。アメパって草とか、相手すると、かなりきついよね。まあ、そこはね、俺のプレイングでカバーするしかないんでしょうか。さあ、来ました。初手、ミミロップですね、向こうは。さあ、ミミロップ。まあ、メガ進化して、ね、なんかしてくる感じでしょうか。とりあえず、メガ進化して、こちらも技打っていきましょうか。滝の棒一発自信しましょう。さあ、初手にヨロトンを出さなかったのは、メガ進化した初ターンは、なんか、いい感じに素早さが2倍にならないっていうね、メガ進化ラグラージのちょっと欠点があるんですよ。でそのためですね、さあ今回自信打っときたいと思います。まあ、とりあえず、猫騙ししてくるかなとは思いますので、まあ、そのダメージは甘じで受けましょう。さあ、こちらもメガ進化、メガラグラージ、いきましょうか。ミミロップ超速えんだよ、超勝てんだよ、やべえよ。さあ、猫騙し、OK です。さあ、ここまでは大丈夫ですね。さあ、これで、ポケモン交代したいと思います。さあ、ニョロトノが頑張って一発受けて、ね、その後、なんとか仕留めるっていう感じにしましょう。さあ、今回ニョロトノ道具が、ね、脱出ボタンになってます。ので、一撃でも攻撃を食らうと、すごいことになります。さあ、来い。さあ、向こうなんだ？飛び膝蹴り。痛い。超効く。さあ、結構物理に振ってるニョロトノですが、それでも完全にやられてますね。半分以上ダメージ。さあ、これで脱出ボタンで雨状態ね、ターンを無駄にすることなく使っていきましょう。よろしく。よし。さあ、これでメガラグラージね、どんどん技打っていきたいと思います。どうしようかな。地震でいいよね。じゃあ、地震打っときましょうか。さあ、スバイザーはこれで勝ってますね。スイスイによって。女神ミーロップ、135速も抜く。超スピード。さあ、向こうでも、耐えますね、普通に。痛い。いまいちちょっとね、火力結構高いんだよ。いじっぱりで、ね、HA ぶっぱしてるんだけど、それでも、やっぱ強いですね、ミーロップは。さあ、ミミロップ下げてこないですね。さあ、このまま滝登りしていきましょう。どすこい。よし。さあ、これで、後ろにいるポケモンは何でしょうかね。俺、普通にバカ力打っててもよかったかもしれなかったね、今の。まあ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 、全抜きしたいっていう思いがありますのでね。このまま行きましょう。さあ、不思議はな、ちょっと待ってよ。さあ、でも、メガ進化はしないってことでしょうね。ということで、自信打っときましょう。くそー。これはきついな。いきなりきついな、もう。はい。さあ、半分以上持ってきます。さあ、ギガドレイン。4倍ダメージでこれで落ちる。残念でした。残念です。さあ、どうしようかな、これで。まずいですね、これ。まあ、メガラグラージ。ね、メガミミロップ、メガ進化ポケモン1匹倒して、半分削って、ね、こっちも半分削ったポケモンとフル全開1匹で、いい感じにアイコでしょうかね。さあ、でも、ここからですね、どうしようかな。どうしようかな。勝てる気しねえな。磁場コイルに交換したと思います。よろしく、磁場コイル。
よし。さあ、これで、技打っていきましょうか。何してくるかな、メガ不思議花って。とりあえず、ラスターカノン打っときましょう。タイプ1。よし。さあ、宿り行きの種。痛い。やめなさい。ラスターカノン。さあ、こだわりメガネ。アナライズ。いつもの、あれです。吹き飛べ。よーし。さあ、メガ不思議花やっつけました。さあ、雨が上がった。残念。さあ、今回、磁場コイルね、技、10万ボルトを雷に変えております。うわ、クレセリア。クレセリア。クレセリアは、ちょっとどうしよう。雷で落とすか。落とせんの？無理やないの。とりあえず、ニョロトロに変えたいと思います。さあ、ニョロトロに変えてね、一応、アンコールとか搭載してますので、アンコールとか打っていけそうだったら、どんどん打っていきましょう。はい。瞑想とかしたら、ちょっとやべえんだけど。やめてね、瞑想とかは。さ、光の壁、あー、そういうやつ、そういうことしちゃう、いいよ。さ、とりあえず、毒毒打っちゃうか、これ。毒毒打ちましょう。サイキネ、耐えてください、お願いします。何でもします。頼む。耐えるんですよね。さ、毒棒下げてくんの、やめてよ。さあ、これで毒毒。さ、耐久ポケモンが、これやられたら辛いですよね。よし。さあ、がっつりと減らしていきましょう。さあ、これでちょっとニョロトの下げたいと思います。ね、向こうもう一回、サイキネ打ってくるかな。よし。この雨状態、大事にしよう。そして、なるべくターン数を稼いでいくっていうプレイングでいきたいと思います。さあ、ちょっとね、なんていうか、もったいなかったよね。メガラグラージすぐ落としちゃったっていうのがちょっとね、今でも悔やまれますね、これは。さあ、食べ残して回復だけど、大丈夫ですね、これは。よかった、よかった。ニョロトのね、毒毒採用してて、ほんとよかった。いいね、こういう耐久ポケモンをね、仕留められるからね。さて、これで行きましょう、雷。さあ、冷凍ビーム、よーし。さあ、全部、還元技ですね、これは。このまま突っ張りましょう。さあ、雷。雨状態の、雨状態、雷は必中。かっこいいエフェクト。さあ、光の壁食らった状態でも、あんだけのね、大ダメージが入る。ね、やべえ。やべえ、超強え。よし、さあ、もう一発いきましょう。俺、雷のエフェクト初めて見たんだけど。さあ、月の光、あっと回復していくんでしょうか。ね。嫌な技ですね。月の光も雨状態でも、あーっと回復量多分減ってますね、これ。さあ、雷もう一回打っていきましょう。どすこーい。さあ、光の壁が切れるまで、あ、雨上がったんだけど。よし。まあまあまあ、もうダメでしょ、これは。よし。さあ、もう一回月の光してくると思うので、このままニョロトノ出したいと思います。よし。ニョロトノで、頑張ってください。戻れ。よし。さあ、もう向こうの勝ち筋は、なんかあるかな？なんか眠るとかあったらきついんだけど、眠る系は多分ないでしょう。ねえ。よし、さあ、また雨でーす。月の光、回復量が半減。素晴らしいね。いや、結構、いいね。雨パって強いかもしれん、やっぱり。天候パってなんか弱くなったって言うけど、やっぱり、ニョロトノっていう、やっぱ、もう出るだけで雨が降ってくる、結構硬いポケモンがいるから、ねえ、ほんといい感じですよね。まあ、これ、滅びの歌でよかったのか、そういや、さっき。そういえば、俺、滅びの歌も覚えてたんだった。まあ、ええか。まあ、とりあえず、熱湯しときましょうか、ここは。はーい。さ、レイトビーム打ってきましたね、向こうも。よし。滅びの歌って俺、この前ね、初めてされたよね。確か、ゲンガーとニョルトロに。3ターンで落ちるんでしたっけ。さて、雨状態、光の壁なし、熱湯で、これでクリセリア突破です。対戦ありがとうございました。いや、なんか、なんだろう。メガラグラージよりも、ジバコイルの雷が気持ちよくなっちゃった回でしたね。もう一回行きたいと思います。メガラグラージの登場のタイミングも、もしかしたら、結構大事かもしれない。ね、初手によろとので、そのまま、なんか別のポケモンっていうパターンでもありかもしれませんね。ちょっとこれはもう少しね、アメパ使ってみて研究していく必要がありますね。まだね、アメパって俺初めて使うんですよ。ハレパ？ハレパ？メガリザードン Y とかだったら、ちょっと使ったんだけど、
雨っていう天候ね、ちょっと楽しいですね、これ。いいですね、これ。よし、もっと使っていきましょうか。さて、今回の対戦相手ね。どうしようかな。さっきも言ったけど、じゃあ、ニョロドの先発でやってみようか、一回。で、メガラグラージを後で出すみたいな。どうなんだろう。難しいな、それ。でもやっぱメガラグラージ1番で出していく方が扱いやすいのかな。まあいいや。さっきと同じパーティーで行きましょうか。特に、磁場コイル、地震でかなり辛いポケモンがいっぱいいるんですけど、まあそこはね、地震の一貫性あるな、これ。どうしようかな。ロトムに変えようかな。でもロトムやったら、もっと辛いよね。結構働けなさそうな感じも、するんですが、いかがでしょう、これ。難しいなぁ。まあ、ええか。磁場コイルに頑張ってもらいましょう。お、雷打ちたいんだよ、俺。わかる？雷打ちたいんだよ、俺。よし。晴れだったら大文字が必中。で、あられだったら吹雪が必中。雨だったら、なんか、雷が必中って。いいですね、ほんと。さて、出てきたマンムーですね。さあ、ニョロ殿よろしく。さあ、マンムーってそこそこ素早さありましたよね。で、命のたすきとかが持ってて、結構相手にするのは少し嫌なポケモンですよね。さて、じゃあとりあえず熱湯を打っておきましょうか。さあ、フリーズドラ、出たフリーズドライ、うっす。水タイプにも抜群が凍ったし、え、ちょっとお兄さん、お兄さん、それは、いけない。お兄さん、お兄さん、それは、友達をなくしてしまう。嘘やん。さあ、コール確率多分 20% ぐらいでしたっけ、フリーズドライって。ちょっと、そこは覚えてないんですけど。ね、水にも抜群を取れるっていう結構面白い技なんですよ、これ。これ4倍4倍か今の。しか急車だったし。おいおい、お前待てよ、硬いしこれ、つぶてやん。下がろう。いや、下がってもどうしようもねえ、これ。あかんわ。あ、いけるいける。つぶてやなかった。よし、さあこのまま、地震突っ張っていきましょう。突っ張突っ張。OK でーす。さあ、なんとか突破できましたが、かなり追い込まれてますね。さあ、出てきたゴローニャ。ね。頑丈でしたっけ、特性。なので、これは、結構苦しいやつですね。とりあえず滝登りしておきたいと思います。昼目 !2 割の昼に !4 倍ダメージ、頑丈で耐える、はい。何それ、弱点保険、おい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 、ロックカット、え、でも、ロックカットしても、メガラグラージの、スイスイは抜けないはず。さよなら。よし。これは良かった。よし。オッケーオッケーオッケー。さあ、このまま抜けました。向こうもしかしたら、メガラグラージの特性スイスイを知らなかったのかもしれませんね。さあ、雨が上がってしまいました。さあ、これで、え、凍ってる状態で、ニョロトの出だしたらどうなんの。ちょっと皆さん、僕そこら辺存じないわけですが、やってみましょうか。雨降らしましょう。頼む。はい。あ、降る、よかった。グローパンチで積むとかやめてね。猫魂、よし。パチーン。溶けねえかな、なんか。奇跡が起きて溶けてほしい、マジで。頼む。ネット打っときましょう。さあ、メガ進化ですね。さあ、なんか警戒だったんでしょうかね、今のは、猫魂は。よし。ごつめとかでしょうかね。よし。さあ、のしかかり。うおお、重たい。重たい。ゴーっと、さあ、これで落とされてしまいました。おいしい。さあ、このままじゃあ、メガラグラージにね、頑張ってもらいましょう。不意打ちとか持ってたら、ちょっと無理なんだけど、
一発当てていきたいと思います。滝登り、これでひるみのねワンチャンゲーが始まる。うれどすこい。さあ半分以上かなり持ってく、強い。さあのしかかりダメでした。まあそんなひるまないよねのしかかりって結構珍しいよね。確か3割麻痺ぐらいついてるんでしたっけ、のしかかりって。あ、のしかかりはひるみだったっけ。ちょっとそこら辺ちょっとねまだ覚えてないんですけど。よし、さあこれとどめいきましょうか。雷落ちてこい。さあドレイン、お前痛い。そんなとんの。回復しすぎちょ待って待って待って、回復しすぎ。でもそこから貫け雷。うわーい、対戦ありがとうございました。雷は強い。そういうことな、みんなよかったー。さあメガラグラージね、水水の元では素早さに、あ、水水じゃ、雨の元では水水でね、素早さ2倍、結構ほんと早いです。耳早いですね。メガ耳ロック抜いたりとか、ね、かなり有用ですね。まあ、ちょっとアメパのポケモンをね、もうちょっと今後も作っていきたいと思います。まあ、ちょっとまだオムスターとかカブトプスとかがあのアメパの一員なんですけど、僕持ってませんので、ちょっと手に入れてからまた作ろうと思います。次回はちょっと変わったポケモン作ろうと思います。よろしく。でまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。